はい、皆さん、おはようございます。おはようございます。勝手に始まってんの。石田さん、急いでください。おはようです。<laughs> なんか知らんけど、この杖持ってきちゃった。<laughs> おはようです。急に始まるもん。メインカメラ、あちらなんで。あおはようです、はい。おはようございます。あの、多分、この画角は、あら、レッスンする。っていう。そうですね。ちょっと久しぶりですが。うん,うん。はい、まあ、芝生用の棒も、用意しておいてから、大丈夫や。<laughs> 帰ろうかな。<laughs> 帰ろうかな。なんですか、今日。今日はですね。 あの今日九番ヤン持ってるんですけど、九番ヤン持ってるんですけど、ライン出しをちょっと、まあ西原さんよくラウンドとかでもちょっと大きめの番手をわざと持って打っていくじゃないですか。ちょっと抑えめに打ちますとか。で僕はどっちかっていうと、例えば百五十ヤードって言ったら、九番ヤンでフルショットしか僕の中でないんです。選択肢が八番でちっちゃくするとか無理なんですよ。なるほど。で大きく持つ時の僕の悩みが引っ掛けちゃうんですよ。多いよなめっちゃな。やっぱそうなんですね。こうしかもまっすぐ出てこう。 キュイーーンンと曲がってくるんでチピ気味の低いい球みたいな全然ライン出しちゃうしストレートちゃうやんみたいな感じなリ西田さんみたいにちょっとこう調整の効かせたボールを打ってみたいなっていうところが今日の企画でございますまあドローヒッターは割と苦手やろうなそあ,そうなあ苦手やと思うまあいいんじゃないですかやってみてはいじゃあお願いしますはい、じゃあまずは荒尾流のあれですね、はい、そうですね打ち方からやなはいということでまあ大体フルショット9番何ヤードよえーっとですね100 四十五から百五十ぐらいです。で、じゃあ何ヤ狙うの？ライン出し言うたら抑えます。百三十五ぐらいをしてですね、はい。じゃあ僕の思うやつでいいですか？どうぞ。僕が思う百三十五ライン出しでお願いします。<laughs> <laughs> あ、これです。<laughs> あ、これです <laughs> めっちゃ綺麗に出てるやん <laughs> まさにやもっぱついったってもっぱつ世のフォロワーさんに見せたれこの僕のストレートドローを <laughs> <laughs> いきますあ、これいいよあ,いいあ、これいいよ今のやってほしいぐらいは そうですね。うん。まあ同じ打ち方のイメージやねんな。いや全く同じなんです。ただただやっぱあれがあれがいい時で、それ以外はやっぱり右に出てくる球はあんまりないんです。やっぱ左に捕まってしまう球。あ,あこれです。あこれです。綺麗にクラブまず入りすぎような。 なんかこのちょっとライン出しみたいなのする時って、はい、気持ちなんかボールの頭は大げさやけど<え>ボールの3分の1ぐらいにクラブ入れるんじゃさいボールが、まあったら、はい、このど真ん中をなんか、まあ、ど真ん中っていうかここ打つイメージやみんな普通にこうマットの隙間に入れるやろ、はい、じゃなくってどっちかって言ったらライン出しっぽいくいき,きたい時はボールの3分の1ぐらいのラインや。 上。ここら辺に下や。あ、下なんですか。え。まあ、下っていうか、そうすやんだって、マット打つやん、大体。こう入るやん。はい。これ、ここ狙うんやから、なんなら、上か。上って言ったらいいの。こう、どうクラブ入ってくるんですか。こう入ってくるやん、クラブって。はい。いつもは。うん。で、大体、まあ、マットと際入っていくやろう。うん。これを。ちょっと三分の一ぐらいのラインのところに打ってほしい。若干上です。ねここら辺や。若干上です。ここら辺や。へえ、え、なん、なんでですか、その意識っていうのは。か。 まあなんかそもそもきれいにクラブが入ることによってフェースにボールって乗っちゃうんやんうん、うん、乗っちゃう結果結局こう長くフィニッシュまでこう包み込んじゃうから<ー>結局まっすぐから左に行くような原理ですよなだからちゃんとこうある程度ボールがフェースから離れてってあげるようなところを打ってあげないといけないんで<ー>回転自体はやっぱりこうんやろういい、まあ、悪いわけじゃないんやけどそんなにきれいにフェースには乗ってないよなっていう。 うん全然ミジも考えなかったですまあ、そうよな。あじゃあい言いすぎるとわざとトップ目に打つんですかそうそうそうなんかハーフトップまでいかへんけどちょっとインパクトの音としては乾いた音が理想なんちゃうかなっていう洗う<ー>のなんかさっきからなんかむっちゃ綺麗やねんけどちょっとこう叩きつけてまあターフごとなくなってるよなっていう印象なんですよどっちかっていうともうあんまターフ取りませんぐらいの感じでいいよはい、わかりました。 なんか、あえてハーフトップさせに行くぐらいのうんまあ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 、これもクリーンヒッターやけどな、ね、まあでも、さっきよりはマしかも、それでもまあ今のやったらまだミスとしては許せるわ、ストレートやからうん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 もうちょい薄く取れんちゃうかな確かにた、た僕最近の悩み一つ、もう一つ変えると、やっぱターフが 深すぎるいやだからやっぱさドロー系の人ってやっぱインから来るからそもそもやっぱり厚く取りやすいんですよ。うん、ハーフトップ気味で。<laughs> <laughs> まあいいよボールの回転は綺麗イメージはあんな感じなんですね。あんな感じあんな感じ。まあでもその練習やわだからどこにクラブをこう落とすかとか<ー>であとは。はい ライン出しでめっちゃ大事なのは、はい、あの、ボールを追いかけへんことっていう。うん、あの、打った後に、こうやって頭ヒュンってこう、上げすぎちゃう人とか結構多いんですよ。はい、まあ、大げすぎるってのはこう、当たると同時にこう、起こしちゃうっていうのが、ライン出しの一番あかんミスなんで、うんうん、どっちかっていうと、もう頭ずっと真下で、どっからどこの振り幅で、どこにこう、ボールの、どこにクラブを入れてあげようで終わりでいいんですよ。上手い人ほど、ライン出しの時って多分ね、 あんまりあそこに乗せようとかどういうふうに打とうって考えてないと思うんですよどっちかっていうと自信があるからずっとボールとにらめっこやしなんかそのボールをこうぼやっと見てるっていつも言うやん,うん、うん、ぼやっと見ながら考えるのはこっからここのスパンを緩まんとしっかり打とうねで多分打ってるんでなんとなくこう頭ってちゃんと残ってるイメージよ。うんうん <laughs> とこうやって朝と同時に見に行くから僕<だ>ライン出しなんか緩んだりダフったりするんですよっていう人はめちゃくちゃ多いんですよ。これちなみに振り幅としては西矢さんがやる、うん、まあライン出しチックな感じってどれぐらいの振り幅に抑えますかやっぱりっクラブは寝合いようにする方がいいと思うんですよ。まあ、それこそ上からさっき言った薄く取りたいからちょっと7割ぐらいなんで、まあ、クラブシャフトが立ってるような感じようなイメージは。んまあんまりこう理想はまあこれぐらいが寝てるんやとしたら、はい、ちょっと立ってるぐらい。 これれがが本来だとしたら、まあ、これぐらいたこっからはまあそのまま気持ちカット気味にやねんけど、うん、まあ足のスタンス自体はスライスを別に、まあ、フェードか打つつもりではないんやったらうん、うん、まあ足はまっすぐな、はい、でもクラブ軌道としてはこんな感じよ。ほんのちょっとアウトサイドイドへ、えーうん、スタンスはほぼスクエア。スタンスはスクエアで。スクエアでいいよ。 でクラブ軌道だけちょっとカットっぽく入れるイメージでヘッドアップしやんようにうん、うん、そう言ってきますはいああ<ー>今のまあまあ上手ただこれ顔早いんですよ何な,なら見やん見やんちょっと今気になっちゃいまよな見えひん見えひんちょっと早かったわ でもあの動き自体は綺麗やったと思うこれでもうちょっと若干トップ気味トップ気味というかこう薄めに今の感じはいいと思うで今ぐらいなんか薄めに打ってほんまにカコンってこう硬いところで打つのは違うんですようん、うん、難しいんですけどねほんまにある意味ちょっと完成っぽい伝え方になっちゃってるからか結構感覚的なところになってくるんですね、うん、だ実際は3分の1のとこ打つんやけど結果綺麗に別にターフ取って,てもいいしイメージなだけな うん惜しい惜しい、たださ思ったこと言うとさあらおく普通にフルショットしてんでう、はい。き <laughs> っと力入っちゃいますねちょっと力入っちゃねなんでこういう時はねもうちょっと強制的にもう一回トップ上げるアドレスとって、はい、で私もうここにシャフト待ち構えてるから,たたら絶対当たんといてやって当たっちゃダメ、うん、だって今7割言うといて9割ぐらい振ってんねんもん <laughs> 確 <かに S 1> そこの感覚がまず出れてるわそう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 オッケー 絶対当てんといてや、これシャフトやねんから、はい、D. I. で高級やで。そう。緊張するな、うん。で、そういう緊張され、まあ、してる状況でもヘッドアップしない。はい,はい、罰金でーす。<laughs> ああ、もうこれ公開はシャフト。こういうね、ことが結構起こるんですよ。これリアルにやってるけど。 え今普通なんですよねってことは普通にあんたトップ作っちゃってんねもう普通のトップポジションやねんってだからまあこういうやっぱりこうライン出しの時にまず一番大事なのはまあやっぱ距離感、うん、まあここに止めてここまで打つっていうのでやっぱりこう大体こう距離が変わってくるじゃないですか大きめの番手で手前の距離を落とすっていうのは。で大体の8割の割人これ私もそうやけど 7割で止めたかったら3割で止めるべきよっていうでも本当にそうかもしれないそういうイメージやねん多分あらおの中では多分5割ぐらいで言ってるつもりやねんここで止まってるイメージです、うん、やけど実際行ってまうっていうのはこれはもうめちゃくちゃみんなに起きるミスなんでなんならタイムリーに今日のお客様もそうやったし大げさにやる勇気、はい、だってさっきから距離変わってへんやん言うてやばい今日特訓やんそうですね これに当たってしまうのか。そうなで、こんな高いねんね <laughs>、えー、当たっております。え本当ですかそう、今たまたま私がシャフトの丈が足りないけど、あんたここのクラブ取ってても当たっております。はい <laughs>。皆 <laughs> さんどうしましょうできる世界線が見えません。ほんまに。<え>極端極端。もうここで止めるぐらいでいいんやから、<え>イメージは。そう。 フリー急いであかんねん、うんうん、ゆっくり上げて止まって打つぐらい、はい、松山さんイメージし松山さん分かりました秀樹さんを秀樹さんや,いやどうして <laughs> 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 いい感じにビビってるね <laughs> まあそんぐらいのイメージで打ちやはいイエーイイ,エーイ 今ぐらいや今きれいきれいうんケーです私今気づいたんやけどさめっちゃ打った後フェイスかぶってんねんなだから多分球低いんやで低いんですか一回フェイスの面絶対変えんとそのままこうカットに押し出すイメージ打ってもらうこのままってことそうローテーションセントセントうんケーこう肘抜き抜いていい抜いていい分かりました同じく同じくや いい感じいい感じ,いい感じ,いい感じきれいきれいへえ<ー>そうでフォローがちょっとちいちゃいから、はい、最後大きく振っていこう、はい、でここが、まあ、私は、まあ、こっからここって結構難しいから、まあ、私流に打つとどっちかっていうと トップの位置はまあここ7割です。はい、でもフィニッシュは割としっかり振り切ってていいと思うんですよ。まあトップ位置変わればだいぶ距離変わるんで、なんかアマチュアの人向けになかこう。分かりやすくライン出しとか、はい、まあ大きいクラブで距離を抑えたいっていう時は、まあフィニッシュはしっかり振ってええんちゃうかなとは思います。うんうん、まあ上級者になってくると多分こっからここっていう打ち方ができるんですけど、割と緩んだりしやすいんですよ。デメリットは？ だから、荒、ま、尾、あ、君の場合もそうやけどトップ位置気をつけてフォローはもうそれなりにしっかり振っていこうっていうわかりました、はい、でラスト1球 1> はい上げすぎず、はい、フェースは返さないと、はい、でヘッドアップしない、はい、うんめちゃくちゃフォームきれいでもボールはチョロくんです で <laughs> でもここうういいいイメージで打っっててかななゃけと基本的には、まあ、今ぐらいの感じで打ってあげるで多分今荒尾君がちょろ打ってるのって多分そのボールの打つところを意識してるからっていうのはあるんですけど、うん、これはもうほんまに感性でしかないんでまあもちろんさっき言ったほんまにそこを打たないあかんわけではなくって、まあ、そこを打つようなイメージで実際、まあ、ちょっとこう乾いた音というか。うんうん まあ理想はやっぱザクっていうのはだめですからね、この上からやっぱりこうどっちかっていうとカット目に抜いて打つんでできれば、まあ薄めは変やけど、まあ、あんまりフェアウェイっていうかターフは厚く取らん方がいいかなっていう結構やっぱりこの練習内容って、上級者向けな、中級者、上級者向けなんですかね。まあでも理想はだってあの上級者さんはその別に、歯抜けのクラブがいらんんですよ、調整できるからっていう。うんうん なんでまあ取り組んだらいいけど、初心者さん向けか言ったら微妙ですよね。初心者さんは私いつも言うけど、逆に初心者さんほどクラブに助けてもらったりとか、クラブをまあ大事に選ぶというか、 お金をかけた方がいいと思ってるんですよ。だからまあそれこそこうピッチングとウェッジの間の距離がないんです。やったらまあそこに一本ウェッジを追加してあげたりとか、そっちの方があの上なるスピードは早いと思いますよ。そっかスコアも縮まるスピード早くなるんですかね。なんか変に小細工するよりも絶対にこう何注意ポイントは少なくんなんか気楽に打った方が絶対上なると思うんで、逆に上手くなってきてまあちょっと遊びでその技を覚えたいなで多分取り組んであげた方がいいから。 中級級者、上級者上向けですよね、どっっっちちかっていうとちょっとょ僕は頑張って練習しますまあでも荒尾くんは打ち,打ち方自体は間違えてないので、はいまあ、あとはこうクラブのどこにこう入れるかっていうのを考えてそれこそまあ今日はあのチョロで終わっちゃいましたけどあのガムテープとかね貼ってあげるといいわ。ね、前もなんか動画でもやってたけど前、まあ、手前から入ってたら基本的にガムテープ剥がしちゃうから、まあ、ボールがあったらボールもう一個。 挟んで貼るようなイメージかなあ手前側に貼るんですね手前側に貼る<ー>それ結構ね分かりやすいジャッジかも今回こう感覚的な伝え方になったけどじゃあ正解の入りってどないなんていうのはガムテが一番分かりやすいかな、うん、ガムテープ剥がしてなくってそれなりにこう綺麗にまっすぐ飛んでたら多分正解かなっていうイメージなんでうん、うん ちょっっと今後もししかり継続してやっていきます、うん、やってみてもらって、まあ、ライン出しなまだまだ100万年早いかもしれへんけど <laughs> まあでもこういう難しい練習を取り入れることによって、うん、結構上達、ね、しやすい人っていうのもおるんで、うん、まあここは小技として、まあ、80? まだ90代か。 ジャストなのでまだ90かんでもまあ80代で出すってなったらまあ7番でこういうライン出しをする必要はないけど、はい、ひょっとしたらピッチングでちょっとこうウェッジのね、はい、ない距離をこうやらなあかん時は来るかもしれないんでぜひ、はいはい、皆さん、まあ、そういう打ち方なんやと参考になった人はねチャンネル登録といいねコメント引き続きよろしくお願いします。はい、あとはあおが早く。 80代にいけるように願っておいてください。きっと僕がラウンド動画出る頃には切れるように頑張ります。それだ。はい。頼むで、ね。<laughs> 皆さん応援お願いします。ということで、また次の動画で。ほなやな。ほなまた次の動画でバイバイ。皆さん練習していきましょう一緒に。練習してください。ありがとうございます。ありがとうございます。